怖いやって。はい、皆さんこんにちは。タカポングルメチャンネルへようこそ。今回ご紹介させてもらうお店はマリモさんでーす。店内に行ってまいりたいと思いますので、動画を最後までご覧ください。それではお店レッツゴー。それでは内観の様子をご覧ください。カウンター席、奥にはテーブル席もございます。さあ、それではメニューを見ていきましょう。お肉のメニュー、こちら一品物のメニュー、すき焼きなど、デザート幅広く揃えております。こちらがドリンクメニュー、こちらもメニューが豊富で充実しております。支払い方法も多数可能となっております。今回注文させていただいたのが黒毛和牛すき焼き 130g 1650円となります。ご飯は炊きたて、おかわりもできます。グツグツ煮込んで、さあすき焼き楽しみですね。すき焼き、お肉のリフトアップ、美味しそうですね。炊きたてのご飯もあります。こちらご飯漬物卵付きとなっております。それではいただきます。まずはお野菜から。このすき焼きのタレうまいですね。そしてメインの肉、うん、まっ。これはご飯が合います。めちゃくちゃうまいですね。お肉一枚一枚がね、大きくて食べ応えもあるんですよ。これは美味しい。それでは次はね、卵をね割って一緒に絡めていただきましょう。まずは野菜から。マイルド、まあ美味しい。これね、ちょっとね、両方ね、味変で楽しむのがいいですね。さあ、こちらお肉やはりでかい。今回ご飯にバウンドさせて食らいましょう。もう間違いないです。ご飯が合います。うまい。さあ、ここからちょっと爆速でちょっと揚げていきましょう。いやー、最初はね、これすき焼きとご飯と、ね、楽しんでいくんですよね。これね、お野菜もねしっかり入っていって美味しいんですよ。ちなみにおうどんもついております。最後の方に食べるとすき焼きのタレが染み込んでいます。これまたうまい。これはいいですね、うどん。幸せです。これね、すき焼きのタレが甘めで、うどんとねちょうど合うんですよ。うまいです。ご飯おかわりしましょう。最後はご飯をおかわりしてすき焼き丼でいただきましょう。なんて贅沢なんでしょうか。さあ、行きましょう行きましょう。これね、最後の方になるとですね、まあ、見ての通りすき焼きの甘めのタレがね、肉、野菜、まあ、うどんも染み込んでいってるんですよね。この染み込むとまたうまい。
あね、ちょっとまた揚げていきますけど、本当美味しいですから、ぜひ一度行ってもらいたい。完食でございます。ごちそうさまでした。とても美味しかったので、ぜひ一度訪れてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。